はい、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本理恵です。今回はピークデザインのザ・メッセンジャー15インチのバッグ、こちらをですね、もう4年使ってるんですけども、障害保証というサービスがあったので申し込んでみました。果たして新品ゲットになるんでしょうか。まあ、映像を見てお気づきだと思いますけども、結果は新品交換されました。どのくらいの傷かというと、このヒンジ部分、ストラップと本体をつないでる部分ですね、ここの布地が少し、上の樹脂コーティングが破けて布も破けてきたので、そろそろ危ないですよね。このまま使ってたら肩にかけたままドサッと落ちる可能性もあります。それがあったので、ピークデザインの他のバッグ、エブリデイトートバッグというのを買っておいたんですけども、メッセンジャーバッグに慣れているのでとっても使いづらいです。そういえば障害保証があったと思い出して、障害保証の申請をしてみようと思います。改めて見るとマグラッチのところとかが結構傷ついてて、もうすぐここから破けそうな感じがしてちょっと怖かったですよね。それでは申請してみたいと思います。まずはピークデザイン .com にアクセスをしていきます。ここではですね、英語で書いてあるんですけども、Google Chrome の翻訳ツールを使いながら見ていきたいと思います。意外とね、翻訳ツールでもそこそこ翻訳してくれるんですよ。この保証のところの障害保証、ライフタイムワランティーというところをクリックしていきたいと思います。で、いろいろライフタイムワランティーの保証内容が記述されているので、内容を見たところ、ちょっとやっぱりこれだと保証対象になんないんじゃないのかなと思いながら、とりあえず送ってみようかという軽い気持ちで送ってみました。はい、こちらをクリックすると Begin Warranty Claim という形なので、これに従ってメールアドレスなどを入れながら質問に答えていくんですけども、分かんない方は翻訳ツール使ってください。これ上から2番目ですね。3番目、4番目は代理店向けのものみたいです。はい、続いてバッグのモデルや色、サイズなどを選択しながら進めていきたいと思います。で、こちらなんですけども、ストラップのクイックアジャスターの問題じゃないですよねということなので、はい、違いますよということで、いいえを選択してください。で、こちらなんですけども、アザー以外はすべてアメリカのサイトなので、その他アザー、一番右下ですね。これをクリックします。そして、僕はこのバッグは銀一から買ってるので、銀一と入れてクリック。そして、領収書の番号を入れてクリック。大体の買った日付もここで入れていきます。で、一つ注意点なんですけども、領収書がないと申請ができない可能性が非常に多いです。Amazon とかで買っておけば、注文履歴のところから領収書も発行できるので安心だと思います。製品のシリアル番号を見て、確認してクリック。そして、ここ。なんかいろいろ、なんとかの犬とかいろいろ書いてありますけども、基本的には壊れてますという、この or broken っていうところですね。これをクリックして次に行きます。あとは、どういった内容で壊れてますかというんですけども、これ注意点なんですけども、すべて英語で記入してください。わかんない場合は Google の翻訳機能を使うっていうのも便利です。大体書いてれば通じると思います。で、ここではサンプルのために、録画したものなんで、壊れたところの写真が書いてありますけども、実はですね、1回目送った時に何枚もの写真撮影をしたので、圧縮ファイルで送ったんですね。はい、必要な情報を入れていってどんどん進みます。すべての内容を入力すると自動返信メールが返ってきます。これは当たり前ですよね。一応翻訳しておきました。はい、受け付けましたということで、無事受付までは終了しました。その後ですね、このルイスという方から、こんにちはということで、添付されたデータが壊れてて見れなかったんで、もう一回送ってくれということなので、何枚か取ったものを圧縮せず生のまま添付して送り返しました。ほどなくしてですね、送りましたというメールが返ってきたんですね。受け付けられたんだ、ラッキーと思って
しばらく放っておいたんですね。と同時に、サンキュー・フォー・ユア・パーチェスと、注文ありがとうございますというメールが来て、ちょっと何考えてんだろうと思ったら、よく見たら価格とディスカウントの金額が同じで0円ということで、注文が受け付けられたと。さらにですね、香港から送られてるよというメールが来ました。そしてほどなくして、もうすぐ着きますよというメールで到着しました。はい、新品が手に入ったので新旧を比較してみたいと思います。まあ、マイナーチェンジ結構してるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、パッと見してないような気がしたので、実際比較してみようと思います。右が旧品、左が新品です。旧品の方が色が明るい感じがするんですけども、もしかしたら色が褪せたのかもしれません。まあ多分褪せてるでしょうね。そして取っ手の部分も若干くたびれてます。そして背面のボトム側にある革のところなんですけども、新しいものは金属で2箇所補強がされていました。おそらく何かクレームがあってこういう補強をしたんだと思いますが、4年近く使っている私のバッグは一切ほつれも何もないです。すごい頑丈です。はい、フラップを開けたところのデザインが変わってましたね。旧品ではザ・エブリデイ・メッセンジャー15インチとあるんですけども、新品ではその表記がありません。おそらくこれ印刷の版を他のバッグと共用にしたための影響だと思います。はい、他の部分ほとんど変わりないですね。新しい感じがするので左がいい感じで見えるんですけども、このキーホルダーも同じように付属していました。さあ、ここからはどれだけ荷物が入るかチャレンジです。この荷物はいつも自分が持っている荷物を順を追って入れてみました。 iPad、 MacBook Pro、 撮影道具一式、マイク2種類、オズモアクション、バッテリー等々全部入りますね。そして今撮影している EOS KISS M も入りました。おじさんには欠かせないギャッツビーの油取り用の使い捨てタオル、これも入ります。重さは全体で 7.1 キロくらいになります。結構重たいですね。さあ、今回は Mavic 2 Pro 一式が入るかなと思って新品の方に入れてみました。Mavic 2はコンボキットを買うとバッグが付いてくるんですが、このバッグに全てが収まりません。ちょっと不満なんですよね。全部中に入っているものを出して、このメッセンジャーバッグの方に入れてみようと思いました。まあ最初に iPad 背中に入れてますね。そして本体を入れてます。バッテリーを真ん中の方に入れて、蓋を閉めて、ちょっと隙間を開けて、おまだ入るなということで、まあこういう形で付属した電源ケーブルとか充電キット、そしてカーチャージャーも十分入りました。そして後ろ側に iPad のシェードですね、全部入れてヘリパッド入れようとしたんですけども、あ、入んないなということで、いらないシェードを取り除いてヘリパッドを入れたら入りました。まあ、これでバッグ一つで撮影に出かけられるので便利だと思います。はい、今回はピークデザインが初めて出したバッグのモデル、ザ・メッセンジャー15インチ、4年使った後に障害保証が適用されるのかという検証動画だったんですけども、ちゃんと保証されました。素晴らしい。申請をしてから約12時間で新品が到着してしまうというところも驚きです。まあ香港から送ってくるっていう点もあるんでしょうね。4年経ってもデザインをほとんど変えてないというところは、やはり最初の作り込みの品質が高いという証明ではないでしょうか。今後もピークデザインのバッグは使い続けていきたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。そうそう、代わりにエブリデイトートを買ったんですけども、結局使わない感じかな。でもなんでトートにしたかっていうと、実は東京に行くとおしゃれ系おじさんたちがみんな肩下げバッグ使ってるんですよ。でも高いブランドは買う気にもなれないし買えないし、
でもまあそれだったらちょっと買ってみようかなと思ったんですけども、自分の肩の筋肉がつきすぎていつもずり落ちてすごいめんどくさいことになってます。結局おしゃれ系おじさんにはなれないっていう感じですかね。まあ群馬に住んでるんで仕方がないですよね。